お待たせ。あ、いや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 、いいっすね、この飛行機。なんか、機体、綺麗じゃん。どうしたの、その飛行機。ピッカピカでしょ。お乳です。Me too。おろしたて。おろしたてやね。めっちゃいいじゃん。俺のを見てよ。見てます、見てます。いいでしょ。いいですよ。何すか、そのかっこいいやつ。いやいや、昨日、あの、めちゃくちゃ苦労して、はい。挿入したから。苦労しましたね。我々ね、はい。昨日夜中までかかって、そうですね。これを挿入する作業をして出ましたな。はい。そうですね。いやー、よかった、いいですな、これは。いや、最高ですね。最高じゃない？見て、この美しい機体。いやー、かっこいいっす。ちょっと、めちゃくちゃ近くで見ていい？はい。おー、いいねいいよ、いいよ。いいっすか？ちょっと、手始めに今日は。一番最初のフライトってことで、とりあえず、東京一周フォーメーションして、おう。羽田で着陸するという、まあ、ゆるい感じで、初めは手慣らしというところで。そうやね。ゆるい感じでいこうかね。いいっすか、そんな感じで。俺ももう全然、初めてやから、この飛行機。はい。ちょっと、まだ慣れてもないからさ。はい、はい。とりあえずそんな感じでお願いしちゃっていい？はい、あ、そんな感じで。うん。行きましょう。もうぬるめで。じゃあ、フォーメーション、ゆるめで。あくまで練習で。あくまで練習という感じで。はい。やってもらっていい？やりましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、このまま、うん。とりあえずスカイツリーあたりに向かっていただいて。うん、了解。はい。で、まあ、はい、ぐるーっと一周して、変えるような感じで、はい、いいですかね。そうですね。あの、交代して、ポジションチェンジして、うん。そうやね。このコックピットの質感すげえ。すげえっすよね。もうすげえ。ハッド欲しいけど。まあいいや。じゃあ行きましょうか。じゃあパワーまず 70% でね、こっち 90% で離陸するんで。わかりました。じゃあ 70% セット。はい、いきますね。リリースブレーキナップ。 OKOK。 じゃあゆっくりローテートするね。じゃあローテート。はい。5度ピッチ。ギャラップ。ノップ。キーフラップアップレディ。ノップ。じゃあゆっくりレフトターンしますね。はい。10度レフトぐらい。03、はい、030ぐらいかな。10度バンク。はい。このまま1500フィートぐらいでレベルします、一旦。了解。で、速度は今200ノット。はーい。200ノットキープしようかな。了解。ロールアウト。まあ、つきにくかったら言って。はーい。じゃあ、トリムオフ。はい。声に。あまり喋らないのは余裕がないからです。わかる。絶対むずいっしょ。やっぱり慣れないですね。やっぱ慣れないね。はいはいはい。おお、うまい。なんなんこれ。うまいじゃん。ちょっとバタついてはいるものの。バタつきますよ。いや、でも、すごいよ。すごいすごい。さすがさすが。いやいやいや。いやいや、うまいうまいうまい。絶対無理よ、これ。いやいや、リーダーがいいからですよ。いやいや、まあ、それ分かってるけどさ。はい、どうでしょう。違うやん。ああ、面白い。ね、スカイツリーが今ね、11時方向かな。了解。このまま回っていくね。はい。はい。230ノットかな、今。了解。ゆっくりバンク、10度バンクね。OK。うん、もういい感じやね。うわ
おお、うまい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 、すごいじゃん。右後ろ東京ディズニーランド。全然見れない。うん、見れないよ絶対に。見れない。オペラ切る余裕でないっすね、やっぱり。おー、ないね。やっぱりむついっしょ。はい。ジェットやからね。あー、いきなり動いた。いきなりそっち動いた。あー、ほんと。じゃあ、あれかな、はい。通信状態かね。ですね、今のは。うん。ちょっとゆっくり高度徐々に下げながら、ゆっくり待つんで、ね。はい。このまま。東京スカイツリーの東側からぐるーっと、ちょっと西に行くような感じで行きますね、はい、うん、お、素晴らしい素晴らしい。いや、こっち、はい、はいはい、どうぞ。パワー一定ですか？そっちパワーね、触ってない。オッケー。何パーセント？だいたい 46% でね、233ノット今バンクは30度ぐらい、はい、了解。うん、もうトレイル入ってます。あ、ほんと。もうトレイル行こうかね、ほな。東京スカイツリー、レフトサイド。はーい。お、いいね。じゃあ、このまま東京タワー行くよ。はーい。このまま高度は1500フィート基準でいくね。210ノット今パワー触ってません。はい、じゃあ東京タワーあたりポジションチェンジしますか。うん、了解了解。じゃあ東京タワーまっすぐじゃあ過ぎていくね。はい、ほんだらテイクリード してもらうわ。はい、ちょっと後ろ遅れちゃいました。今は何ノットですか。今ね219。どうだ、ごめんなさい。抜いちゃいます。あ、いや、そのままテイクリードして、ついていくね。はい。スピードブレーキオープンしてます。はい、了解。210ぐらい飛ぶときはいいですかね。了解、210ね。今、220で接近中。はい。ライトサイドにつくね。45、6ですね。ああ、飛んだ。ああ、飛んだけど戻った。オッケーオッケー。ああ、飛んだな。ちょっと今データ飛んでるね。やりづらいな。今、これあれ、ベイブリッジの上にいます。あ、ほんと？あ、だ、オッケーオッケー、インサイ。やっぱり VR 欲しいね。欲しい。ああ。210ロールアウト。210、了解。パワー引きました。スピードブレーキオープン、うん、はい。はい、200ノット。オッケー。こっちも200。そのままファイナル行く？あー、どうしましょうか。もう降りますか？いや、もうピッチアウトしちゃいよ。もうピッチアウトしますね。じゃあ、うん、俺もそっち行くね。ワンシックスレフト行くね。了解。そのまま。じゃあワンシックスレフト僕も降ります。はい。インサイドしてるよ、後ろにいるから。じゃあこのまま降りますね。うん、はい。いや、面白い。面白い。よし。今1500フィート。一緒やね。はい。そっちピッチしたら。じゃあピッチアウトしますよ。はい。はい、ピッチアウト。ちゃうと。はい。ワンシックス。スリーフォーね、スリーフォー。パフォーマンスが本当に一緒っすもんね、完全に引いてる。パフォーマンス一緒やね。
はい。うわあ、もうなんかこれ思い出すわ。なんかこれ T4 とT415 と全く一緒やねこれ。感覚が、はい、飛んでる感覚が。はい。めっちゃ面白いっすね。めっちゃ面白い。こんな感覚よ。思い出すよ。ファイナル150ノットぐらいかな。もうちょい。多分そんなもんじゃないですかね。ね、130とかね。130プラマイぐらいだと思うんですけどね。いやー面白いなー、最高最高だよ。後ろのパイロットが、うん、上に手上げてんのがそのままですよね後ろ見えない今後ろのパイロットが持ってるんですよね。あー、はい、なるほどね。あーなるほどね、はいはい、膝じゃなくてバーを持ってってね。はい、前のところに手を置いてるんで。なるほど。サンちゃんこれ T4 だよ。 T4 マジでエンジン1個の T4 だね。はい、カストル上止まりますよ。おー、オッケーオッケー。左避けてきます。左、はい、右開いてます。はい、ローダー設置しました。今ブレーキン、あ、ちょっと前出ちゃうかも。はい、はい、オッケー、ちょっと前に出るね。はいはい。あ、横だ、真横だ。オッケー。オッケー、じゃあパーキングブレーキセットするね。はい、パーキングブレーキセット。はい、いやー、楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった、正直。最高でした。正直最高だね、これ。これ、最高みんなはどう思うかわからんけど、はい。僕らはめっちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しいね。はい、いやいや、まだ今度フォーメーションちょっと練習して、はい、今度ね、入れ、あのね、ちょっと綺麗なフォーメーションみんなに見せれるように頑張りましょう。そうですね、これであの、うん、なんだろう、世界中も結構楽し、さらに楽しく旅行できますね。できるね。ちょっとリュウちゃんにも買うように言っとくわ。はい、はい、お願いします、はい、どうもどうも、ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。あ、皆さんも楽しみにしてください。今後のこれを使ったフォーメーション。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうも。どうも、失礼します。失礼します。あ、レディー。レディー。ノッ。